はい、販売岩尾先生です。ですね、これはね、1時間足のね、バイナリーオプションでやの、デモ版ですね。で、分析してます。火曜日、8月21日、火曜日ですね。それでね、1時間足ですね。この場合ね、この、出てこないな。このインジケーターがですね、インジケーターなんだけども、1時間足をね、これがね、1時間足長くなるとね、使用率の高いのが選べるんですね。で、短期だと使用率が低いので分析しないといけないんですね。で、たくさん投資として稼げる。で、長い1時間足とか日足ありますね、これね。日足。この場合はね、分析にね、勝率の高いのは選べるわけですね。ですから、ここで見るように 80% 以上の分析データでここはね、見てるわけですね。まあ、ここら辺の違いをね、ちょっと説明いたしました。